ロリ津ツ駅は、大韓民国ソウル特別指導弱区ロリ津ツ道にある、韓国鉄道公社とソウルシメトロ9号線の駅で、ある。韓国鉄道公社の京府電鉄線、ソウルシメトロ9号線の9号線が乗り入れている。韓国鉄道公社の駅に乗り入れている路線は、全路名称上は、京府線であるが、当駅には、電車線を走る京府電鉄線電車のみが停車する。 首都圏電鉄には駅番号が導入されており、京府電鉄線は136、9号線は917の駅番号が付与されている。島式ホーム2面4線と短式ホーム3面3線の京5面7線の地上駅。1から5番線を京府電鉄線が使用している。6.7番線は京府専用のホームだが、2005年1月20日以降は、 停車列車がなく閉鎖されている。また、3番線は、同日の持ち点天安間電化、複々線開以定期列車では使用されていない。1番線は、階段で上に上がらずに改札外に出られる。カーイルの出口は1番2番の2カ所ある。乗り場相対式ホームに面2線を有する地下駅で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。 改札口に通じる階段とエレベーターはホーム中ほどにある。改札口は石管側とノドル側の2カ所ある。9号線の出口は3番から8番と3から1番の7カ所あり、石管側の改札口は4から7番出口とつながっており、ノドル側の改札口が3.3から1.8番出口とつながっている。化粧室は両改札外に1カ所ずつある。 乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。地上にあった1号線、9号線の乗り換え案内、本来はカーイルの民主駅舎事業と並行して連絡ツールを開設する予定だったが、カーイルと新駅舎の建設会社との混乱により中断された。このため9号線開業当初、1号線と9号線は改札外乗り換えとなっており、ティーマ以外では、 運賃計算は打ち切られていた。また、案内放送でも連絡通路がない旨のアナウンスがあり、一部路線図においても1号線と9号線は別駅扱いで掲載されていた。ソウル特別市では民主駅舎事業とは別に連絡通路の建設工事を2011年10月5日に着工し、2013年6月の完成を目標としていた。 しかし2014年2月に延期され、その後再延期となった後、2015年10月31日に乗り換え通路が完成、共用開始となり、改札外乗り換えは解消された。乗り換え通路の完成に伴い、カーイルと9号線の出入り口番号が投資となった。他、9号線2番出入り口付近とカーイル、改札口前を結ぶ歩行者用の立橋は、 老朽化により撤去されることになった。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお、9号線の2009年は開業日の7月24日から12月31日までの161日間の平均である。駅周辺は公務員試験予備校や受験生のための宿泊施設等が集まり予備校外を形成している。 h t t p w w w m e t r o q c o k r スラッシュステーションスラッシュピ<ッ>ュー。ドステシャン。コドイコール九百十オーマイニュース。二千九年八月十六日。二千十年七月八日。三十二。七パーセント。二千十二。七。十三。ababq。三百三十八。五十七。二千十五。三十一。一九。 ありがとうございます。